どうも、緒方智恵里担当プロデューヌのテクタンと申します。本日2019年7月の12日にガシャ更新がありました。 SS レアのアイドル和久井ルミさんと辻のあかりちゃん、あかりんご、この2人が登場しました。ということでね、工場 SS レアの2人追加がちょっと高齢化しつつあるのですが、いや今回の SS レアの追加もね、またちょっとすごい更新となってるんで、じゃあじっくり見ていきましょう。それではまずはね、最初は和久井ルミさんから見ていきましょう。はい、夜更けに咲く菜園でいいんかな、和久井ルミさんということで、ビジュアル特化のオーバーロードじゃなくてコンセントレーションとなっています。すぐオーバーロードとかオールラウンドとか、なんかその辺ごちゃごちゃに混ぜてしまう。はい、ということでこの駅が東京の八重洲南口らしいです。はい、そして特訓後はこのようになっています。いやー、かなりね、かなり美しい衣装っていう感じになっています。落ち着いたね、大人の女性っていう感じの落ち着いた、すごい綺麗なね、ザ・クールタイプっていう感じの衣装となっています。はい、Sレアの方もじゃあ見ていきましょう。パーフェクトティーチャーのヘレンさんということで、はい、ダンス特化の判定強化となっています。ティーチャーっていうことでね、先生やね、先生。はい、特訓後はこのような感じになっています。いや、このイラストすごいね。いや、もう誘ってる、これは誘ってる、これは誘ってるね。この網タイツでこのポージングは完全に誘ってる。はい、そして問題はこっち、赤リンゴ。いや、赤リンゴがね、このタイミングで追加とはね、思わなかったです。いや、勝手にね、次回のフェス限で赤リンゴ、アキラちゃん、リアムちゃんの3人がね、新特技引っ提げて登場するかなって思ってたら、こんな感じで一人でな、工場追加されました。しかし新特技なわけなんですよ。はい、おめかし赤リンゴ、辻の明かりということで、特訓前がこちらです。リンゴ持ってね、いや、かわいい、私服もめっちゃかわいい。で、キュートクロスクール、これが、まず新センター効果となっています。ファッションクロスクールと同じ感じやね。キュートとクールのアイドル編成時の全アピール値は 30% アップで、あ、獲得ファン数は 10% アップってことは、キュート、ん?ファッションクロスクール、なーちゃんとかはーちゃんが引っ提げてたのが、全アピール値アップとライフ値アップとか、そんな感じやったかな。うん、だけど今回はファン数が 10% アップやね。なんかこういう最近は複合的なやつがすごい、なんていうの、ポピュラーになってきてる感じよね。で、違う、ここ問題は特技がアップルアピールっていうことで、これ11秒ごと高確率かなりないで、パーフェクトスコアの 10% アップはともかくとして、スライドアイコンなら 40% アップってことで、まあ、スライドの、アイコンっていうのが、まあ、マスタープラス、マスプラでよく見るこんな感じのやつですね。あとは、まあ、スマートライブとか、あとはこの前追加されたグランドライブでもスライドはあったりするんですけど、これがね 40% アップなわけです。これがスライドアクトっていう新特技なわけないけど、今までのフリックアクトとかロングアクト、ちょっと千代やハーナーが持ってたそのフリックアクトに、ロングアクトは 30% アップやったわけないけど、今回は40アップってことで、これまたパーセンテージすごく高いんでね、いや、気になる特技ではあります。あとスコアアタックの上ではちょっと重要な特技となってくるんじゃないでしょうかっていうところで、特訓後のこのイラスト、いや、性能もさることながら衣装が可愛すぎる、このギンガムチェックのね、
赤のワンピースが可愛すぎる。はい、じゃあね、衣装ちょっと見ていきましょう。まずルミさんから。はい、ルミさんはね、このような感じのブルーのね、かなり大人っぽい感じの衣装です。花がね、すごく綺麗になってて、うん、いや本当にさっきも言ったけど、まあザクールっていう感じですごくかっこよくなっています。そして赤リンゴのこの衣装が大変好みです。赤のねチェックでかなり女の子らしくて、頭のてっぺんから先までめっちゃ可愛いです。はい、といった感じのガシャ詳細となっています。いやー、このタイミングで2人とも思ってなかったし、2人追加とも思ってなかったんで、いやー、かなりね、かなり驚いております。はい、ということで今回はね、まあ工場なんで納税だけまた引いていこうかなっていう風に思います。はい、無償ジュエルも全然ないしね、もうスカスカ頑張って貯めたいところではございます。はい、じゃあね、まず最初はルミさんのこちらの方から引いていきましょう。はい、いやージュエルもね、どんどん減っていきつつありますが、まあ引いていきましょう。はい、お願いします。ロードなし。最近の納税はね、なかなか渋いです。はい、いぶきちゃんでした。はい、もう納税、まあ、Sレアは見るけどね、なかなか SS レア出ないよねということで、本命赤リンゴ、いやめっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい、お願いします、お願いします、ロードお願いします、お願いします。ガシャシン、久々にデレステでのね、ガシャシン見せてください、お願い。はい、ダメはい、ダメ。最近実はね、右下の方が、はい、トウコさんでした。ガシャ運良くてね、またあげるんですが、無料充電で割といい感じいっています。はい、ということでね、2人追加でした。これが終わればタイプセレクトガシャなんやけど、こうなるとアキラちゃんとリアムちゃんもね、そう遠くないと思うんで、かなり期待大です。あとはね、あとはトラプリのカレンとかなお、あとはポジパのね、アイコちゃん、このあたりもね、もうそろそろだと思うんで期待大です。いろいろ期待大です。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。